こんにちは、ビトビトの冠なななです。私はアートメディエーターとしてアートやクリエイティブをつなげる仕事をしています。なので今日は中目黒のアートの場所を紹介したいと思います。行ってみましょう。まず一つ目は目黒区役所を紹介します。こちらの建物は村野東吾という、日本を代表する建築家がデザインした建物になっています。なので、モザイクの素敵なタイルがあったりとか、それぞれの意匠がとても綺麗に残っている場所になってます。ここに来ると普通はなかなか区役所には設置ってないと思うんですけど、誰でも入ることができるので、池を眺めながらゆっくり休憩することができます。ここはアートとラブをテーマにしたパビリオンというお店です。ここには至る所にアートワークがたくさんあって、食べ物だけではなくて場所自体も楽しむことができます。まずメニューがすごく面白くて、他のお店だとなかなかないちょっと変わったメニューの名前になってます。あとはお店の中に、至る所に面白いアート作品がたくさんあって、一緒に来たカップルの方はいろんな、アート作品のきっかけに話が弾むような素敵なお店になってます。最後は中目黒といえば目黒川。目黒川は春は桜、夏は新緑、秋は紅葉がとても綺麗な場所です。こうやって日々の変化に気づけることが、アートやクリエイティブに関わる身として大事だなと思っているので、毎日こうやって川を眺めています。私にとっての東京はライフそのものです。生まれてからずっと東京なので、生活も仕事もずっと東京と一緒に暮らしてきました。でも東京って本当にいろんな顔があって、街によって全く違う顔を見せてくれているので、これからも東京のいろんな一面を見れたらいいなって思ってます。